ローソンでゼルダのお祭りがやってます。ブレスオブザワイルドのカードキャンディーが5月9日から先行販売されているんですけど、それだけじゃなくてティアーズオブザキングダムの販売に先駆けていろんなキャンペーンが行われていて、一番くじにこの食玩に、あとはゼルダの雰囲気をオマージュしたおにぎりとかいろんなのが売ってるんですけど、まあそういうのを買ってたらお金をいっぱい使うわけなんですけども、嬉しいキャンペーンもやっていて、800円ごとにローソンのアプリを使うっていうのと、あとはポンタポイントとか D ポイントのどっちかを持っている必要があるんですけど、800円ごとに1ポイント貯まってポイントに応じていろいろ応募できるっていうこともやってます。ゼルダコースっていうのとお得コースっていうのがあって、ゼルダコースだと任天堂スイッチとかトライフォース型の置き型スピーカーとかが当たるっていう豪華な景品となっていて、お得コースだと割引券だったり、そしてなんと自分が注目しているのはマチカフェコーヒー1年分のポイントが当たるというコースがあるんです。なのでこの待ちに待ったカードキャンディー1箱買うのと、一番くじを2回分挑戦したポイントでマチカフェをまずは応募してみたいと思います。キャンペーンの応募の結果は残念だったんですけど、切り替えて一番くじの開封をしていきたいと思います。2回だけ今回は引いてきました。はい、小皿が当たったらこのルピーのお皿にしようと思ってたんで、もうまだほとんど引かれてない状態だったんで、これがあって選んだんですけど、家に帰ってきたら1個だけならちょっとデザイン性の高いハートの器のお皿でも良かったかなとちょっと思ってます。ただ開けてみたらめちゃくちゃクオリティが陶器として高いかどうかはわかんないんですけど、質感がめちゃくちゃ良くて気に入りました。結構こうゼルダの景品だって言われなかったらいい感じの器だなって思いますね。刺身醤油とか入れてお刺身とか食べる小皿にも使えそうですし、ちょっとした飴玉とかを乗せる小皿にもいいんじゃないかなっていう感じですね。ルピーの小皿いい感じです。2つ目当たったメタルチャームコレクションはハエリアの盾がダントツで狙いです。お、このプチプチからも覗けるこのフォルムはやりました。狙いのハエリアの盾当たりました。めちゃくちゃ嬉しいですね。裏は結構シンプルな感じです。いやー、いいですね。リングとチャームをつなぐところが短めな感じもなんかいいですね。なんかこう塗られてるところがこうツヤっと分厚い感じで塗られてる感じがなんかいいですね。ダブルチャンスにも挑戦してどちらも外れでした。それではメインのカードの方を開けていきたいと思います。ちょっとその800円で応募できるポイントのために1箱1つのお店で買って、2つは別のお店で一番くじを引いたところで買ってみました。ちょっと1箱買ったところはそのお店のカードを買い占めてしまったんで申し訳なかったんですけど、先行販売ということでまだ通常販売が22日からあるのでご容赦くださいというところです。袋の中身はこういう厚紙で飴玉とカードがこう当たって傷つかないように配慮がしてありました。それでは1枚目オープン。早速いいカードが出ました。今回キャラクターカードというものとビジュアルカードというものが含まれていて、自分はどちらかというとビジュアルカードを狙いで買っているんですけど、これはおそらくキャラクターが勢ぞろいのビジュアルカードの方に含まれるものと思うんですけど、いいですね。ビジュアルカードの期待値が高まります。裏面はこんなデザインになっています。
あとはこんな感じのハート型のリンゴ味の飴玉も2個入っています。それではどんどん開封していきたいと思います。あ、2枚目のビジュアルカードです。いいですね。これがキャラクターカードですね。キャラクターカードの場合は裏面にこういう風に説明が載っています。おお、マスターソードを掲げているリンクが出ました。ブレスオブザワイルドをプレイしたことないのでわからないんですけど、なんかいいカードですね。まあこのビジュアルカードもいいですね。ビジュアルカードが狙いだったんですけど、キャラクターカードのイラストもめちゃくちゃいい感じです。お、リンク2枚目、2種類目ですね。プレイしたことないんですけど、裏面のこのストーリーを少し読めるのが嬉しいです。ちょっと寂しげなんですけど、すごい綺麗なカードですね。こうやって奥行きまですごく細かく書かれていて、めちゃくちゃいいです。右列も最後です。おお、なんかかっこ綺麗なカードです。あ、これシークレットですね。シークレットは裏面がちょっと他のと違って、こういう白地の感じの裏面になってるんですよね。いやー、シークレット嬉しい。キャラクター勢揃いカードの2種類目が出ました。あ、これももしかしてシークレット2種類目出ました。一箱で2種類揃ったのめちゃくちゃ嬉しいですね。リンク3種類目、3枚目ですね。絶妙なとこに入っているキラキラがすごくいい感じです。このカードは幻想的なビジュアルカードと違ってまたいい感じですね。どういうシーンなのかちょっと知りたいですね。舞っている羽のような葉っぱのようなものがすごく綺麗です。最後に出たのがマスターソードのビジュアルカードでした。どこか森の中でマスターソードにひっそりと日が差しているのがすごく綺麗に描かれています。追加で購入した2つも開けていきます。それぞれイラストの良さもあるんですけど、それぞれのカードに絶妙なところがこうキラッと光る加工がされていて、それがすごくいいカードですね。全部今回22個開けて、全26種中の20種が集まりました。一番欲しかった全14種のビジュアルカードが意外にも12種集まって、もう少しというところです。キャラクターが10種であと4種ってところですかね。そしてシークレット2種がこの一箱で出てくれたので、残り6種かなり集めやすいんじゃないかなと勝手に思ってます。今回先行販売で買ったので、次の通常発売日を待ちたいと思います。ありがとうございました。